私に告白するの？総合いいのあなたが？え、総合？だから総合評価いいのあなたが私に告白するのって聞いてあげてるのよ。それ何の話？成績？学業の話じゃないわよ。厳密な審査して評価をつけてるの。まあ学業もその中の項目に含まれてるけどね。それで俺は評価がいいなのか。そう、総合いいは私に告白しても振られるって選択肢しかないわよ。なんだそのシステムは。項目はいろいろあるわよ。あげるとキリがないから言わないけど、評価の最高が A、 最低が F よ。最低が F か。そんなに低かったのか俺は。不可評価にプラスもあるけど、まあそれはいいわ。総合評価ってのを上げていくことはできるのか？そうね、そのやる気のない紙をどうにかしたら何かの項目は上がるんじゃないかしら。わかった。でもここまで来て何もしないのは俺の気持ちが収まらない。ん？俺と付き合ってください。ああそういうことね。断るわ。答えてくれてありがとう。はあ、だから行かない方がいいって言ったのに。噂では聞いてたけど本当に審査してるとは。前に告白しに行った人がなんか愚痴ってたね。でもさすがに諦めるよね。人に評価下してるような人って分かったんだし。いや絶対に諦めない。こんな強烈な一目惚れは初めて。物好きだね男は。育成芸のモンスター側になったと考えれば楽しく頑張れそうだ。ポジティブすぎて引く。まずは髪切りに行ってくる。はいはい、応援はするけど無理はしないでね。また告白されたわ。どうせ断ったんでしょ？よくわかったわね。無謀にも総合E が告白してくるなんて珍しかったから聞き直しちゃったわよ。そのランク付けみたいなのやめないの？さすがにかわいそうだと思うけど。やめたくないわ。いつからやってるの？小学校5年生からよ。よく生きてこれたね。顔が悪かったら大変なことになってたよ。そうかしら。親に感謝ね。ピリリリリ。迎えが来たわ。帰るわね。うん、また明日。自宅。とりあえず髪は切った。あと何が重視されるんだろうか。学業は確定だから勉強と、あとは筋トレとか。テストは最低でも学年上位には入っておきたいな。授業の復習しよう。筋トレなんか中学の部活以来だな。腹筋背筋腕立って、他に何かあったかな。3時間後、カキ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 。疲れた。テスト前でもないのにこんな勉強したの初めてかもしれんな。筋トレは風呂の前がいいんだっけ。今やっとくか。1時間後、はあ、疲れた。風呂に行こう。翌日、いったたたた。あ、筋肉痛か。学校までのチャリが辛いな。学校、おーす。おはよう。あ、髪いい感じだね。だろ？でさ、次のテストっていつなんだろうな。知ってるか？あと3週間くらいじゃない？貼ってある行事欄にはそう書いてたはず。そっか、上位目指して頑張らないとな。え、まさか評価上げるために？もちろん。まあそれで成績が上がるなら別にいいよね。自宅。今日も勉強だな。5教科だけだし、これだけ前からやってりゃ少しは。カキ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 。3時間後。ダメだ、どうしても集中が切れる。筋トレしよう。まずは腕立てから。15 16 17。もう力が、腕が震えてきた。次は腹筋。1時間後。ふぅ、慣れないな。これもしかして1日空けた方が良かったとかあったっけ。後で調べよう。まずは風呂だ。翌日、学校。女友さん、ちょっといい？ん？どうしたの男くん。いつも女さんといるし仲いいよね。まあそうだね。相談というか聞きたいことがあるんだけど。何？女さんがどんなタイプの人が好きか教えてほしくて。タイプね。あ、もしかして振られたけど諦めてないのって男くんのことなの？まあそうだね。ごめんごめん、落ち込ませて。大丈夫、これからメンタルも強くしていくから。そんなに好きなんだ。性格とかはもちろん重視してるみたいだけど、女は結構何でもこなせちゃうから
自分が頼れる人がいいってのは聞いたことがあるよ。頼れる人、もしかしたら甘えたいんじゃない？私もよくわかんないけどね。そっか、ありがとう。あとね、タイプとかには関係ないけど、意外と怖がりだったりするよ、あの子。それは全く知らなかった。他にはね、学校に迎えが来るくらいだし、家がいいとこっぽいから勉強以外の賢さ、教養っていうのかな、そういうのがないタイプもダメなはず。ふむふむ、助かったよ。ありがとう、女友さん。お礼は告白が成功してから聞こうかな。わかった。で、これを聞いたことはできれば女さんには内緒で。女も厳しいな。男くんが総合いいって。総合 A は日本に何人いるのか。おはよう。おはよう、ニコニコ。機嫌いいみたいだけど何かあったの？ううん、男くんが髪切ってたなーと思って。ああ、そうだったわね。本当にすぐ切りに行くなんて驚いたわ。それならもっと驚くことになるかもね。ん？振られてもアドバイス求めに来るなんて一途だな、男くんは。それ知ったら驚くだろうな。自宅、頼れる人、教養がある人。筋トレは間違ってなかったな。教養は本でも読み漁るか。そういや、告白じゃなくてデートなら受けてくれるんだろうか。周りの人に聞くのも手だけど、そればっかりじゃ迷惑だろうし、とりあえず勉強しよう。カキ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 。そうだ、あれ申し込んでみるか、役に立つかもしれない。カタカタ。約2週間後、図書室。ペラペラペラ。あ、勉強してるの？ん、ともか。何この本？まあこれも勉強だな。いろいろ読んでるね。今は手当たり次第読んでるからな。これだけ大量に本なんか今まで読んだことなかった。努力はいいことだし、まあいいのか。トモも読む？白熱教室。遠慮しとく。実質、いろいろやってきたが寂しい。女さんと会話したい。振られてから一回も話してないし。モチベーションは大事だしな。翌日学校。あのさ、女さん。何？振られてから誘うのもおかしいんだけど、俺とデートしてくれませんか？総合いいの、あなたと？ああ、まだ俺総合いい抜け出せてないんだ。そうね、個別の評価は上がったのもあるけれど。よし、まあ伸びるチャンスみたいだし。ん？1週間後の中間テストで私が優秀だと認めればデートしてあげるわ。やった。で、優秀ってのは具体的に？そうね、1位かつ490点以上にしようかしら。え？何よ、私に口答えするの？いや、そんなことは。確か前回の男の中間テスト順位は200人中100位以下、点数は300点台。まず不可能ね。どこまであがくか楽しみだわ。自宅、どうしよう。片一方の条件でもクリアできるかすら。いや、やるしかないな。カキ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 。ふう、カキ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 。残り1週間全部勉強に費やすと、今までの筋トレも無意味になりそうだし、こっちもサボらずやっていくか。あと日課の本読みもだな。1週間後、学校。ペラペラ。おはよう。早いね、男。ああ、ともか、おはよう。ペラ。最後の確認？そうだな、かなり必死にやってきた。テスト中、カキ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 。翌日テスト中、カキ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 。よし、やれるだけのことはやった。あとは結果を待つのみ。翌日、じゃあテスト返してくぞ。確かこのクラスはこれで最後だな。ガヤ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 。うん、よしよし。全体平均は6割だったみたいだけれど、男はどうだった？5科目合計491点。本当にすごい。いや、もうフラフラだ。前言ってたデート行けるね。そうだな、マジで頑張ってよかった。放課後。女さん。何？テスト491点。本当に？これ見て。すごいじゃない、やればできるのね。頑張ってきてよかった。泣きそうな顔してるわね。だって。でも今から本当に泣かせてあげるわ。私496点なの。嘘。私賢いのよ。
でもまさかこんなに迫られるとは思ってなかったわ。悔しいけど仕方ない。賭けには負けたからデートはまた今度誘うよ。ありがとう。潔いのはいいことね。じゃあまた。放課後、張り出されてるの見たよ。男くん2位だったんだね。すごいじゃん。そうね、こんな伸び率は今まで見たことないわ。デートを餌にしてよかったかもしれないわね。前聞いた時も思ったけど、男くんに誘われた時その場で断らなかったんだよね。ええ、断る理由もないもの。ん？それって一応は好きってことじゃないの？違うわよ、別に男のことは何とも思ってないわ。これは本当。そうなんだ。まあデート行っても何にもさせなそうだし、好きじゃなくてもどうでもいいのか。で、男くんは総合いい、抜け出せそう？どうかしら、厳密な審査があるから何とも言えないわね。なんだその厳密な調整って。はあ、さすがにこれは落ち込むなっていう方が無理あるね。はあ、しゃあない、怒るからマクド食べに行こうよ。いや、栄養偏るし筋肉に悪いから食べられない。うん、冗談だよ。ありがとう、元気出た。そっか、よかった。半月後、自宅。社交性も項目に入ってるんだろうな。バイトでもしようか。さらにやることが増えるな。あと2週間で期末テストだってのに、これじゃあ1位は。いや、弱気じゃダメだ。やれるだけやろう。カキカキ、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 カキカキ。ふう、筋トレは全く効果出ないな。継続が必要だろうし、無理もないか。今日は本読んで寝よう。翌日、学校。おはよう。おはよう。最近男くんと会ってないね。期末のためにずっと勉強してるのかな。さあ、それは知らないわ。今回はデート誘われてないの？そうね。女から条件提示して頑張らせるってのはしないの？それはしないわ。そうなんだ。放課後、図書室。ペラペラペラ。経営って意外と面白いんだな。ペラ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 。息抜きに論理パズルの本見てたけど懐かしいな。ペラ。小さい頃こんなの好きだったな。ペラ。そういや、申し込んだ試験そろそろか。ペラ。自宅。今週の土曜日か、頑張ろう。まあ頑張るもんじゃないだろうけど、カタカタ。本は図書館で読んだし、勉強と筋トレするか。カキ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 。23、24、20。パタ。疲れた。よし、モチベーションを上げよう。翌日、放課後。女さん、ちょっといいですかね。うん？お、来た来た。期末テスト頑張るんで、学年1位だったらデートしてください。総合いいの、あなたと？ふふ、まだ抜け出せてもないのか俺は。でもいいわよ。よし。条件は私に勝つか、もしくは9教科で880点以上。もしくは？嫌ならデートの誘いは断るわ。いえいえいえ、何の不満もございません。頑張って勉強してくる。前より条件緩くなったんじゃないの？今回はそうすることに決めたのよ、みんなで。これがデレなのか？図書室。カキ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 。副教科なんて真面目に勉強したことなかったな。先生、今までごめん。カキ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 。自宅。ペラペラ。これ良さそうだ。本屋ならいろんな本見られそうだし、応募しよう。翌日、放課後。ピリリリ。迎えが来たわ。帰るわね。あいよー。車内。お嬢様、評価変更の連絡が数名。ああ、誰か変動したのね。はい、男様の総合評価を D に上げることに決定いたしました。ふーん、私は時期尚早だと思うけど。お嬢様の見えないところでの頑張りは素晴らしいようです。わかったわ、あとは端末にデータ移しておいて。かしこまりました。自宅。バイトの面接は明日か、受かるといいけど。じゃあ筋トレするか、終わったらランニングもするか。どういうのが効果的かはかなり調べたし。ダメだ、ぜいぜい。5キロってこんな長かったのか、ぜいぜい。もっと短い距離から始めればよかった、ぜいぜい。翌日、放課後。
あ、俺そろそろ行かないと。何か用事あるの？バイトの面接が今日なんだよ。そうなんだ、頑張ってきて。おう。大型書店。うん、じゃあ採用にするから、また明日同じ時間に来てくれる？はい、ありがとうございます。本が最近好きになって読み漁ってるなんて、いい若者じゃないか。自宅。いやー、あっさり決まったな。しかも履歴書見ながら笑ってたし。じゃあいつもの日課行きますか。翌日、大型書店。おはようございます。おはよう。今日はこのワークシートに書いてある仕事内容覚えてもらうから。はい。意外と肉体労働的な仕事が多いみたいだな。自宅。疲れた。いや、もっと疲れると思ったけど、普段の筋トレのおかげかかなりマシに思える。やっててよかった。明日は朝早いし、さっさと日課終わらすか。翌日、受験会場。ここか。そんなに人数いないんだな。とりあえず気楽に行こう。2時間後。試験自体はかなり短かったな。結果は1週間くらい先って言ってたな。ちょうど期末テストと同じだ。電車乗って帰ろう。ホーム。来た。この空席具合だとギリギリ座れるか。スタ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 。筋トレだと思って立ってるのもありだな。そうしよう。あと帰ったら日課に加えて特訓だな。1週間後、大型書店。あ、女友さん。男くん、ここでバイトしてたんだ。うん、少し前から。あ、もしかして女のために？まあ、きっかけはそうだね。ふふ、頑張るね、男くん。好きだから、とりあえず今は闇雲にやってる。なるほど。一つアドバイスあげるよ。あの子景色いいところ好きだから、デート行ったら連れて行くのもいいかもね。本当か？ありがとう、女友さん。いえいえ。じゃあ期末テストも頑張ろうね。もちろん。翌日、自宅。各教科の最終確認するか。カキ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 、ペラ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 。36 37 38。あとはランニングと特訓だな。翌日、学校。ペラペラ。どう？納得いくまで勉強できた？おう、テストと日課とでかなりきつかったが大丈夫。テスト中。夏季。翌日、テスト中。夏季。3日後。テスト返すぞ。放課後。おかしいね。どうかしたの？男くんのクラスも今日でテスト全部返却されたはずなんだけど、来ないのかな。落ち込んでるんじゃないかしら。女さんいる？やけに沈んでるね。いるわよ。854点だった。また誘います。決断早。デート行かないの？私851点だったわよ。え？マジで？前より平均点下がったわ。少し難しかったのかもしれないわね。よかった。絶対負けてると思った。おお、二人ともすごいな。私がバカみたいじゃん。デートはいつにするの？じゃあ、来週の土曜日にする。わかったわ。嬉しそうに帰ってったね。そうね。そういや、本屋で男くんがバイトしてるの見たよ。バイト？もうその情報は加味されてるでしょうけど。女さんのためって言ってたよ。男くん一途だね、本当に。成長する姿を見るのは面白いわ。でも、ただそれだけね。男くんペットみたい。翌日、自宅。デート、どこ連れて行こう。すごい迷う。勉強の方がよっぽど楽だな。困った時は勉強、筋トレ、本読み、ランニング特訓だな。あと副教科の勉強してて思ったけど、炊事、洗濯、掃除も大事だよな。なんとなく器用貧乏感が溢れてるけど、やって損はないだろう、多分。5日後、デート。今日は寒いな。早く着いてたのね。女さん、なんでそんな驚いてるのよ。いや、正直来るかどうか半信半疑だったから。ふーん、約束も守らない人だと思ってたわけね。そうじゃないよ。ずっと総合いいって言われてたのにと思って。聞かれなかったから言わなかったけど、総合 D に上がったわよ。やった。ちなみに今告白して成功する確率って 0% よ。ですよね。
D も E も変わらないか。はははっ。先に言っておくと C まで上がったら付き合える可能性もあるわよ。よし、希望が見えてきた。最低限 C は必要って話よ。うんうん、でもなんか大丈夫そう。何が大丈夫か全くわからないわ。2時間後、中華街。着いた。すでにいい匂いがしてるわね。確かに、食べ歩きできる中華街あるから行こう。食べ歩き、プニ。来たことあるからわかるけど、この辺の店は全部美味しいよ。じゃあ案内してよ。うん。美味しい。もぐもぐ。いやーよかった。コロッケ、あんまん、シューマイ、春巻き、角煮サンド、全部完食してくれるとは。だって美味しくて。もぐもぐ。よかった。女さんちょっと細すぎるから、いつも倒れそうで心配だったんだ。もぐ。うん。プニ。残りあげるわ。小籠包いらないの？いらないわ。1時間後。こっから船乗れるから行こう。船？遊覧船みたいなやつ。船内。そういえばなんだけど。何よ。メンサの試験落ちてさ、子供の頃こういうの得意だと思ってたから割とショックで。それなら私会員よ。マジっすか。15歳になった時に受けてみたら通ったわ。ますます離れていくな。離れていってるんじゃないわ、もともと遠いの。わかる？わかります。でもああいうのは訓練してどうにかなるようなものじゃないから、そこで努力なんかしないでよ。そうですね。いつまで落ち込んでるのよ。そういうのはあんまり好きじゃないわ。全くへこんでません。敬語も外して。うん。ずっと気になってたこと聞いていいかしら？何でもどうぞ。なんで振られたのに他の子に行かないの？ストーカー気質なわけ？心に突き刺さるな、これは。自分でも理由はわからないんだけど、すっごい好きなんだよ。女さんに告白しに行ったやつがひどい評価されて振られたってのも知ってたし、口が悪かったり基本上から目線とかはなんとなく知ってたけど、それでも好きだし、やっぱ評価なんてされたら見返すしかないと思うようになったんだと思う。だからこうやって努力してるのは意地なのかもしれない。ふーん。で、ただ努力してるだけだとさすがに虚しくなりそうになるから、たまにデート誘ったり。なるほどね。最初に総合いいってまで言われて、ここまで付きまとわれたのは初めてなの。付きまとわれた。だから落ち込まないでよ。私そういうのは嫌いじゃないの。そうなの？そうよ。私の目標は総合 A か B か、まあ最低でも C まで上げることなの。それが一番重要なの。一番重要。とりあえず最初の目標はね。今までにもいたわよ。お見合いの相手なんか総合 B クラスも何人かいたし。お見合い？ええ。それに総合 D から B にまで上がった人もいたわ。でもそれだけじゃ嫌なの。そこからが難しいのよ。うん？じゃあ俺はとりあえず総合 C まで頑張って努力していけばいいのか。まあそうね。できるだけ私には近づかないで、勝手に努力してくれると助かるわ。勝手に。じゃあなんでデートの条件設定甘くしたの？近づかないでほしいなら絶対デートできないような条件にすればよかったんじゃ。雨が遠すぎると努力しなくなるって考えて適切な位置に設定したつもりよ。勝手に努力しろとか普通に考えれば叩かれまくるような考え方だけど、何か事情があるのか。こんないろんな話したの初めてだね。確かにそうね。関わりたくないはずなのに。そこまで一緒にいたくないのか。勝手なのは分かってるわ。途中で嫌われたことも何度だってあるし、あなたみたいに努力したけど評価が上がらなくて諦めた人も見てきたわ。なんでそこまでして？他の人はどうか知らないけど、私の生き方はこれで合ってるのよ。振り回しすぎてるのは分かってるけどね。いつか恨みで暗殺されるかもしれないわ。暗殺なんて大げさな。もし刺されそうになったら、とりあえず俺を盾にしてくれればいいから。ふふ。そうしたら一生忘れないわね。初めて笑ってくれた。初めてじゃないわ。あれ、そうだっけ。髪切ればって最初に提案した時はクスクス笑ったわよ。ああ、嘲笑か。女さんって兄弟姉妹はいないの？いないわね。今からでも欲しいくらいよ。そうなんだ。
俺も一人っ子だから昔は兄弟欲しかったんだ。これってデッキは出歩けるの？いけるよ。そこのジュース買って上上がろうか。タピオカジュースおいしい。プニ。別にジュースくらい大丈夫だよ。じゃあもらうわね。ジュー。いい眺めだ。少し寒いけど。でも晴れてるから遠くの島まで見えるわね。2時間後。結構一周長かったね。ええ。じゃあ暗くなってきたし電飾見に行きますか。味気ない言い方ね。電飾街。おお、やっぱここのは綺麗だ。テレビで取り上げられるだけあるな。女さん綺麗。見とれてる。いい景色。そうだね。じーじー。2時間後電車。あ、開いた。ここ座って。女さん、ありがとう。何その目は。お礼言われた。私だってお礼くらい言うわよ。なるほど。メモメモ。そんなことメモしなくていいの。2時間後駅前。迎えが来るからここまででいいわ。そうなんだ。あの学校に来てる車で。そうよ。お待たせいたしました。じゃあ私行くわね。ああ今日は楽しかった。ありがとう。ええ、また。マジで迎えが来るとは格差を思い知らされるな。車内。お嬢様、今日は歩き疲れましたか。そうね。でも移動時間も長かったし、そこまで疲れてないわよ。そうでございますか。カタカタ。データの確認をされているのですか。ええ、カタカタ。数日前の連絡でお伝えしてからは誰の変動もございませんが。そうみたいね。先ほど相引きなさっていた男様は教養や知識は凄まじいスピードで伸びているそうです。あと一歩足りないのは肉体的な強靭さやメンタルの部分でありましょう。聞いてないわ。申し訳ございません、お嬢様。あと今日は夕食を減らすように言っておいて。かしこまりました。翌日自宅。カキ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 。よし、日課は全部終了っと。やること増やしすぎてまずいか。今日は日曜だからいいけど平日だとしんどいか。いや、 C 目指して頑張ろう。あと一歩のはずなんだ。翌日学校。好きになりたくない。そうね、正確には総合 D のやつなんか好きになりたくないって感じかしら。それはまた辛辣な。って男くん D に上がったんだ。よかったじゃん。そこだけ切り取れば確かにいいわね。順調ではあるわ。約1ヶ月後学校。冬休み中も全て休まずやってやった。狂気の沙汰だね。そんなことない。楽しくて夢中になってたのがほとんどだし、いやいやしてたのってほとんどないんだよ。ちょっとはあるんだ。ああ英会話とか。英語苦手だったのによくやるね。ほんと。放課後。あの現在の評価は。変わってないわ。D よ。約1ヶ月後。女さん、評価は？ D よ。約2ヶ月後。よーし、春休みもいろいろ頑張った。怖いよ、もう。もうほぼ趣味みたいなもんだから。放課後。女さん。評価？ D のままよ。ふふふ。さすがにこの人もここまでだろうな。提案があるんだけど。何？4ヶ月もデートなかったからさすがに耐えきれそうにないんだ。もしいいなら俺が提示する条件をクリアできたらデートしてほしい。とりあえず行ってみて。来月のスポーツテストで A 段階かつ3週間後の模試で東大 C 判定。なんでそこまでできるのよ。今までデートせずにモチベーション保ててたの。いや、もう正直限界だったから提案しに来たんだよ。それにしても何ヶ月も。前のデートで話してくれたし、勝手に努力してくれるのがいいって。それはそうだけど。それを実行したまで、まあ限界来ちゃったんだけど、ははは。G がこの間言ってたのは運動神経のこともあるだろうし、もしかしたらこれでいいわよ。よし、楽しみに待っててよ。3週間後模試会場。模試の日であっても今や大量に増えた日課は忘れない。ペラ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 。なんでこの子模試の1時間前にハムレットなんて読んでるのかしら。4時間後。かなり長かったな。
結果は1週間後か。よし、走って帰ろう。約1週間後、スポーツテスト当日。ヒヒヒ。さらに怖くなってる。半年前から特訓してたからな。スポーツテストのために特訓？そうだな。運動が苦手なのは自分で分かってるから、数値で出る前に鍛えておきたかったんだよ。どの方向に行こうとしてるのかも定かじゃないね。何度も言うけど、やってみたら意外と何でも楽しいんだよ。測定結果、握力50キロ、上体起こし30回、長座体前屈62センチ、反復横跳び61回、持久走、1500メートル、5分21秒、50メートル走、7.2 秒、立ち幅跳び、249センチ、ハンドボール投げ、31メートル。見て見て、持久走のタイム、男に勝った。はいはい、早い早い。いら。短距離は昔から遅いままだ。10点もないし。でも A なんでしょ？ああ、ギリギリな。あとは模試の結果だな。ん？なんか受けてたの？ああ、個別に東大模試受けてたんだ。どこまで勉強好きになったの？どうか C 判定取れてますように。2日後自宅。あ、模試の結果届いてる。ピリピリペラクシャ。翌日学校。おはよう。はよう。昨日さ、初めて日課サボったんだよ。そうなんだ、疲れてたの？いや疲れはなかったんだけど。てかさ、今は何を日課にしてるの？今は勉強、筋トレ、本読み、ランニング特訓。あれ？スポーツテスト終わったのに特訓続けてるんだ。一応継続しようかなと。あと炊事洗濯、掃除、資格の勉強、ペットの世話、チェス、ポーカー、盆栽。盆栽？手品、ギター、水彩画、切り絵、料理、英会話。ストップ、もう大丈夫。まあ日課っていうかローテーションでやってるのもあるから、正確には日課じゃないけどな。時間をかけないとできないのもあるし。ああそう。で、それをサボったんだ。模試の結果が返ってきてな。女さんに見せてくる。ああ、また無茶なデート条件突きつけられたのか。放課後。いた。そろそろ結果が出たのね。これがスポーツテストの結果。ギリギリ A ね。去年は C だったけどね。自分でもびっくり。模試はどうだったの？偏差値53ペラ。うん、うん。まあ東大模試だから募集団のレベルが高いし、これでも C 判定。本当にすごいわね。私だってここまでできるかどうか。女さんならもっと上まで狙えたと思うよ。よし、これでデート行ってくれる？ええ、約束したもの。4ヶ月ぶりだからな。次はどこに連れて行こうか。そうだ、バイトの休みももらわないとな。どうしてこんなに。約2週間後、車内。今日は男様とお出かけですか？そうよ。お嬢様には聞こえないように独り言を申しますが、これまでの報告と加えますと、今回の合引きがうまくいけば男様は総合 C に昇格すると思われます。もちろん知っておられるでしょうが、合引きのうまさも評価の対象でありますので、今までそういう経験の少なさが男様の C への昇格を妨げていたのでしょう。わざわざありがとう。聞こえていたのですか。独り言が大きかったようで申し訳ございません。いいのよ別に。では現在の最終評価は D のままでよろしいですか？それとも。そのままでいいわ。かしこまりました。男様はいろいろなものに手を出して、それを途中で投げ出さないのがいいところでしょうな。まあ本当によくわからないものにまで手をつけ始めているので、それもあってなかなか昇格せずにいるのでしょうが。駅前ペラペラ。ではお嬢様、お気をつけください。ありがとう。やあ女さん、今日はどこに連れて行ってくれるのかしら。まずはお昼食べに行こうか。わかったわ。じゃあ行こう。す、うん？ああ、道路側に行ったのね。レストランで、その手品がまあ難しくて。そんなところまで手を広げてたのね。他にもサイクリングとかおすすめできるし。私そんなにアクティブじゃないわよ。そうかな。俺も始める前はアクティブじゃなかったけど。
なかなか評価が上がらなかったのは風呂敷広げすぎてるからなのかしら。ふう、美味しかった。そうね、美味しかったわ。俺トイレ行ってくる。じゃあ私も行こうかしら。オッケー、言い出してくれて助かった。今のうちに会計済ませよう。そろそろ店出る？ええ、十分ゆっくりできたわ。ごちそうさま。スタスタ。うん、スタスタ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。ごちそうさま。もしかして先に会計済ませてたの？うん、スムーズに出られるし。ありがとう。細かい気遣いできるようになったわね。ほんの少しだけど。本とかで見た受け売りだけどね。それでもよ、偉いわ。うん、なんか褒めてくれるの久しぶりな気がする。そうかしら。中間テストで点数伸びた時は褒めたわよ。ずいぶん前に感じるよ。そうね。でもやっぱ女さんに褒められると嬉しい。それはどうもありがとう。3時間後、ゲームセンター。ここ入ろう。初めて入るわね。そうなんだ、楽しいよ。でもうるさいわねここ。まあそれも含めて醍醐味というか。あのレーシングゲーやろう。レーシング？意外と操作難しいからきっと女さんでも苦戦するよ。 CPU レベルはマックスで。ふーん、じゃあやってみるわ。結果16位中男1位、女7位。上位グループに入れただけでもすごいって。でもこんな圧勝してしまうとはなかなか気分がいいな。もう一回よ。一回目は様子見よう。次は勝てる。女さんでも負け惜しみ言うんだ。可愛いから勝つまでやらせてあげよう。何ニヤニヤしてるのよ。もう始まるわよ。いや、女さんがあまりにも可愛くて。結果16位中男14位、女1位。どうなってんだ。最下位にしようと思ったけどそれは無理だったわね。もう一回勝負だ。結果16位中男15位、女1位。何がどうなってんだ。情けないわね。可愛いなんて言った相手にやられるなんて。次は監修だ。いいわよ。結果男スコア158000、女スコア692000。クアドラプルスコアね。めったに言えない言葉よ。店舗記録にランクインしてる。おかしい。クレーンゲームしよう。あのぬいぐるみかわいいわね。取れるかな。5分後、ダメだ取れない。こんなことならマスターしとくんだった。いいわよ、そんなことまでしなくて。私がやってみるわ。20秒後、取れたわね。いろいろ自信なくした。2時間後、河川敷。それ何につける？このぬいぐるみ？うん、せっかく取れたんだから。そうね、端末にでもつけようかしら。端末？よく使う機会があるの。それってダジャレじゃないよね。当たり前でしょ。そういや一番最後聞いたの1ヶ月以上前だけど、評価上がった？個別の評価は上がってるわ。でも総合は D のままよ。そっか、先は長いな。今日のデートが終わったら C に上がるかもしれないわ。うん、本当か？やった。でも上がるかもしれないって、女さんが一人で評価してるわけじゃなかったんだ。ええ、 G と執事と私でやってるわね。その3人だけ？執事は100人以上いるわ。とんでもないな。俺は規模を履き違えていたみたいだ。でも C になるのは嬉しいな。努力しててこれだけ良かったと思ったことない。これね、私の精一杯のわがままなの。うん？わがまま？そうよ、お見合いを嫌がり続けてパパに言ったの。結婚相手は私が決めるって。そしたら評価システムを持ち出されて、総合 B 以上でないと婚約不可、総合 C 以上でないと交際不可って条件になったのよ。そうだったんだ。だから最低限 C までは評価を上げたかったのか。でもね、結局同じだったんだ。お見合いとほとんど何も変わらなかった。ん？評価が低い時に好きになったら付き合うまでずっと男の人は努力しなくちゃいけないわ。きっとその間に挫折したり、私のこと嫌いになったりするはずよ。それを見るのがすごく辛いことだと思ったの。体験したことなんてないけどね。
告白してきた人を評価してその人が頑張ってるのを外から傍観者みたいに見ていたら少し楽しかったわ。でも好きになりたくないから私からはほとんど接することなく頑張ってほしかったの。おかしいよね。お見合いが嫌って言ったのに勝手に努力して評価上げてから告白しろなんて。だから関わりたくないとか言ってたんだ。ええ、私の生き方はこれで合ってるなんて言ったけど違うの。ただ傷つかないで生きていくための方法なのよ。まだ漠然としか分かってないけど、女さんの家はそんな厳しい家なの？厳しいわ。継いでほしいようだけど一人っ子だし、私の結婚相手は相当条件があるし、家は継がないって言って勝手に生きていくのも考えたけど無理なの。家のみんなは優しいし、パパが自分の家計をどれだけ大切に思ってるか知ってるから、どうしても家のことは裏切れなくて。だからせめてもの反抗でお見合いは断り続けてるの。パパもママもいつも忙しいから年に1回くらいしかお見合いの話はセッティングされないけどね。家のことまでしっかり考えて十分偉いよ。でもそのせいで不用意に傷つけた人もたくさんいるわよ。告白されたら基本的にもっと努力することねとか言ってたわ。でもどっちつかずな態度で相手を振り回すような人よりはあっさりしてて俺はいいと思うよ。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいわ。前に言ってた総合 B とか C が現れてもそこからが難しいってのは好きになれないから困ってたのか。そうね、自分でもわがままだと思うわ。いやそんなもんじゃない。お見合いなんてしたことないけど会っていきなり好きになんてなれないと思う。私に一目惚れしたのに。あれ女さん、それ知ってたんだ。友にしか言ってなかったのに。私は女友から聞いたわよ。っていうかこんなにいろいろ話してくれたけど、もしかして俺のこと少しくらい好きになってくれたの？どうかしらね。また明日にでもデート誘ってよ。そしたらきっとわかるわ。明日も誘っていいのか？よし。そろそろ屋台もにぎわってきたみたいだ。そうね、シーズン的には初めての花火だから人もかなり混んでるし、始まるまでに買いに行こうか。屋台たこ焼き中一つください。あいよー、玉線一つください。あいよー、フランクフルト一つください。あいよー、唐揚げ中一つください。あいよー、箸巻き一つください。あいよー。おいしい。もぐもぐ。これで満足？うん。もぐもぐ。話してすっきりしたのかな。もぐもぐ。箸巻きうまかった。初めて箸巻き食べた。というか初めて知ったわ。これ全国区じゃないのか、知らなかった。屋台だとゴミ捨てる場所が見つからないから困るな。あっちにあるのそうじゃない？ほんとだ、捨てに行くか。早く行かないと花火始まっちゃうんじゃないの？そうかも。じゃあ急がないと。どんて、うん、あーごめんなさい。すみません、急いでたもので。謝って済むと思ってんのか？ステレオタイプ。女さん、ちょっとだけ下がってて。うん。そういや女友さんが怖がりって教えてくれたんだった。早く抜け出さないと。聞いてんのかよてめえ。すみませんでした、急いでたので。だからそれはさっきもガサ。うん、なあ姉ちゃん一人で何やってんの？いいことしてあげるからおじさんとこおいで。ほれほれ。ビク。てめえ何触れようとしてんだ。ビク。持ってるのは紙くずとフランクフルトの棒と箸巻きの割り箸と唐揚げの串だけ。十分だ。棒と串持って相手の両目の感覚に揃えてそのまま突き刺す。やめて。ぎゅ、うん、早く行こう、怖い。スタスタ。ああごめん、心配かけた。スタスタ。あいつマジでイカれてやがる。河川敷。ごめん、怖い思いさせて。私がぶつかったのがいけなかったのよ。ごめん。でも前に出てくれて嬉しかった。いやあれはだって怖かったから。ポロポロ。ううぐす。泣かせてしまった。泣き止むように安心させてよ。ポロポロ。なでなで。もっとぐす。ふむふむ。なでなで。花火終わるまでずっとよ。ポロポロ。あ始まった。綺麗だね。
撫でるのやめないで。撫で撫で。そうね、綺麗だわ。ぐす。ここくらいだと音と光ほとんど同時に感じるね。で、撫で。まだ足りないわ。撫で撫で。そうね、かなり近いし音も大きいわね。かわいいなこのシステム。2時間後。撫で撫で。花火終わったみたいね。そうなんだ。撫で撫で。もういいわよ撫でなくても。ごめんごめん手疲れた。近くに迎え呼んだわ。了解。今日は楽しかった。そうね、やっぱりデートしないとこれからモチベーション上がらないかも。きっとそれが普通よ。そうかな。じゃあまた明日、楽しみにしてる。社内。お嬢様、評価変更の連絡がございます。翌日、放課後。いた。次は来月にある実力テストで1位狙うからさ、それクリアできたらデートしてほしい。いや。マジっすか。もっと厳しいのに変えようか。次の東大模試で B 判定とか。デートしたくない。振られたのか。いや、前から振られてるか。きっとこれから一緒にいたらあなたは壁にぶつかって挫折するか、私のこと嫌いになる。昨日の段階で C まで上がらなかったのか。そうよ。あなたの今の総合評価は E プラス。とんでもなく下がったな。一度は C になっていたみたいだから2段階降格ね。一度下がったら評価は著しく上がりにくくなるわ。今から努力し直したとしても、もう高校卒業するまではずっと C なんか到達しないわ。もしかしたら大学出るまで無理かもしれないのよ。ポロポロ。そうか。じゃあこれからもっと頑張らないとな。なんでそこまで頑張るのよ。女さんは家を裏切りたくないし、俺は諦めたくないから。評価されるような人になれってのが条件なら意地でも乗り越えたい。なんで。ポロポロ。なんで私が好きになってから評価が下がるのよ。ポロポロ。昨日のデートは楽しかったの。好きになって C に上がって家に交際認めてもらえるはずだったのに。ポロポロ。ごめんなさい。ぐす。何が。こんな時映画とかだと駆け落ちとか提案するのに私できないの。男くんのこと好きなのに。ポロポロ。あれはフィクションだから成り立つってのもあるし。男くんのこと嫌いにさせてよ。ひどいことされて嫌いになりたいの。ポロポロ。すごい闇っぷり。早く私にひどいことして。じゃあセクハラとか。汗。そんなんじゃ嫌いにならないわよ。ぐす。でも10年越しくらいの恋とかってフィクションじゃなくても現実でもあるし、大学院卒業と同時にシーンになると考えればあと7年、意外といけそうじゃない。それは片思いの場合じゃない。ポロポロ。どっちも相手のこと好きなのにダメなんて。ぐす。確かにそれはレアケースかも。しかもそれまで交際すら無理なのよ。ぎゅ。隠れて付き合うとか無理なのかな。こっそりキスでもしようものなら男くん暗殺されちゃうわ。両家って暗殺もできるのか。ピリリリリ。迎えが来た。帰らないといけないわ。ぐす。そか、送ってくよ。ありがとう。正門前、スタスタ。なんて声かけりゃいいかもわかんないな。俺が頑張る気でいるのは確かなんだけど。スタスタ。じゃあ私行くわね。ぐす。ああ、もう泣かないでくれ。無理。困ったな。このお方が初めてのプラス持ち。 G、開けて。かしこまりました。男様もご一緒にお乗りくださいませ。俺もですか。はい。車内。ねえ、誰が男くんのこと呼んでるの。私が連れて行きたく思いましたので。そう。これ俺どうなっちゃうんですか。悪いようにはしませぬ。男様の言動などは私含め数十人の執事が監視しておりました。それで評価を行っております。ストーカーだな。人のこと言えないけど。先ほどの教室での熱い討論は涙を浮かべながら聞かせていただきました。つまり盗聴してたんですか。監視の一環でございます。犯罪者集団じゃねえか。
やりすぎよ。正確に審査しなければ旦那様や奥様に評価をお見せすることはできませぬ。お嬢様が端末のデータを E から E プラスに書き換えたのは今から約18時間ほど前。プラス持ちの男様を一刻も早く旦那様と奥様にぜひ見ていただきたいと思いまして。プラス持ちっていうのは？お嬢様の口から説明していただきましょうか。私が好きかどうかってこと。なるほど。恥ずかしいこと言わせないでよ。昨日のことはどうにか取り消して C プラスの状態でパパに会わせてくれないの？いくらお嬢様にお願いされましても改ざんだけはできませぬ。ひいきしてしまいますとこれからの評価に対する信頼がすべて失われてしまいます。そうなればきっとお嬢様はお見合いという選択肢しか残されませぬ。そうね。グス、両親に会わせてくれるんだろうか。じうん、これが前に言ってたよく使う機械？うん、端末って呼んでる。パパもママもこれ見ていろいろチェックするはずよ。ロックかかってるのか。9973よ。これ暗証番号変えられる？できるけど。じゃあ誕生日教えてくれる？30分後。着いたわ。漫画で見るような超豪邸って感じではないんだな。少しだけ安心した。執事も全員住んでるわけではないからね。そうなんだ。少しは女さんも落ち着いてるみたいでよかった。俺は今からどうすれば。こちらへどうぞ。あちらの部屋でお待ちください。10分後。ガチャ。君が男くんか。はい。端末は持ってるか？持ってる。暗証番号は？カタカタ。パパの誕生日。クス。平常心平常心。この男くんのことがそんなに好きなのか？そうよ。プラスがつくのは評価システムを取り入れてから初だな。このままでは数年単位でも C に到達することは難しいからどうにか配慮してほしいと。その通りでございます。本当は自由な恋愛をして好きになるという気持ちを分かってほしくて評価システムを試していただけなんだ。今から交際を認めよう。ゆくゆくの結婚も見据えてもらわないとな。とまあこんな風に言ってくれる家も探せばあるだろうが、うちの家はそうじゃない。ガチャ。入るわよ。男くん、はじめまして。はじめまして。本当にプラス持ちがいるなんてびっくりしたわ。端末貸して。ああ。カタカタ。 E、D、C、E、E プラス D の期間が長いような。なんだ、一度 C にまでは上がってるんじゃない。 E プラスって聞いたからどんなやつに惚れちゃったのかと思ったわ。何をして2段階降格になったんだ。暴力未遂と言いましょうか。暴力の未遂なら何もしてないんじゃないの。カクカクしかじか。それで突き刺しそうになったのね。見た目と違って結構熱いタイプなのあなた。こんなことを言えばさらに評価も下がるでしょうが、その時は我を忘れてしまっていて女さんに声をかけられるまではほぼ無意識の行動だったと思います。なるほど。うじうじしてるよりはいいけど、 G と執事がつけた評価ならそれが妥当だと思うわ。ぐす。パパが言った通り自由な恋愛を楽しんでほしいから評価システムを取り入れてるわけじゃないの。最低限の譲歩としてお見合い以外の人を審査してあげてるの。私もパパと同じくらい家のことは大切に思ってるからね。それだけ慎重になってるのよ。ぐす。私のせいなの。急いでぶつからなかったらあんなことにまでならなかったから。私の評価だけ下げてよ。ポロポロ。お嬢様、そこまで言うなら。ストップ。まあ正直私たちが交際した時も同じような評価システムで D だったし。違う、 D プラスプラスだ。パパは少し席を外して。スタスタ。ガチャ。旦那様、奥様いいのですか。ええ、私の家系の話なんだから。あの人は婿養子なのか。話がそれだけど、私たちも基準に達しないうちに交際してたからあんまり文句は言えないの。くす。その当時はすごい目利きのできる執事がいたからパパを見てもらって将来性があったから了承を得たの。
でもその人も数年前に亡くなってしまったし、男くんはやけに冷静ね。自分の好きな子が泣いてるっていうのに。そうですかね。いろいろ初めてすぎて緊張してるのもありますが、私たちに話す内容はある程度打ち合わせしていたのではないですか。くす。昨日今日で考えたのかは分かりませんが、お母様が。さんでいいわ。お母さんが入ってくる前にお父さんが話していたことと同じ文章を繰り返されたので、強調して言い聞かせたいことをあらかじめ決めていたのではないかと思いました。自由な恋愛をさせるためだけにやっているわけではない。それは理解してほしい。自由なのもいいけど、相手はいい男でないといけないというのが二人の本心、大前提であると感じました。それに。それに？くす。この子は本当に泣いてばっかりね。女さんから両親は忙しいと教えてもらっていたので、こんなよくわからないやつのために時間を割くのはおかしいと考えていました。女さんを説得するために時間を取っているとも考えられますが、評価基準を下回っているのに交際できたなどとわざわざ言って、女さんに無駄に希望を持たせるようなことはしないかなと溺愛しているのはなんとなく感じ取れたので。だからあなたとの交際を許すと？くす。いえ、まだまだこれから努力して女さんにふさわしい男になっていくつもりです。じーじー。私は交際でも何でも許可するわ。パパには私から伝えておくから。うん。くす。ただし同じようなミスがあればあと何個プラスがついても許さない。わかった？はい。最初はどんなやつが来ても説教して返そうと思ったけど、いい男見つけたわね。うん。ポロポロ。どんだけ泣くのよ。でもよくできたシステムだから、これ使って婚約までにはもっと成長していてほしいわ。はい。でも大変なのはこれからかもしれないわよ。うん。あなたのことよ。うん。多分だけど初恋なんだから、初めてだらけで自分で驚くことも多いと思うわ。頑張る。ちゃんと言ってあげないと。男くん好き、大好き。うん、ありがとう。対女子が苦手なのね。 D がやけに長い理由はそれかしら。大好き、男くん好き。どこにも行かないで。うん、どこも行かない。じゃあ私たちは出て行こうかしら。かしこまりました。ソファー汚したら罰金よ、ガチャ。ねえ、大好きなの。ポロポロ。なんで泣くんだ？もう付き合えるのに。わかんない。嬉しいけど止まらない。くす。俺まで泣きそう。うう、男くん好き。大好き。抱きついていい？ぎゅ、うん。私もっと好きになってもらえるように。頑張るね。くす。俺もまだまだ頑張る。うん、うん。ぎゅ、30分後。今度来るときは私の部屋入れてあげる。今日はダメなのか？服とかおもちゃとかいっぱい散らかってるからダメ。おもちゃ。おもちゃがなかったらぐっすり眠れないの。もうこれから何でもできるね。うん。いろんなところお出かけしたいな。海とか行きたい。プニ。うん。プニプニしないで。プニプニ。くすぐったいよ男くん。ポカポカ。ああごめん。もう私もする。にぎにぎ。あう。反応した。だって。うん。にぎにぎ。さっきは頼れるしかっこいいと思ってたのにな。そんな声出しちゃうんだ。にぎにぎ。もっと強くして。やだ。なでなで。なんで。だって我慢強くないと評価も上がらないよ。なでなで。と思ったけど先に普通にキスしよう。確かにそうかも。じゃあ目つぶるね。ごっくり。じらさないで早くして。ドキドキ。カチャ。おい、激鉄を起こす音聞こえたぞ。ち、やっぱ犯罪者集団じゃねえか。終わり。以下妄想。翌日、学校。ありがとう女友さん。おめでとう男くん。でも私なんかしたっけ？すごい感謝してるんだよ。怖がりとか景色いいとこ好きとか教えてくれたし。そんなアドバイスしたね。半年以上前だから忘れてた。告白が成功したらお礼聞きたいって言ってたからさ。ああそうだったね。確かだからお礼させてよ。もしかして何かおごってくれるの？
楽しいとこ連れて行ってあげるよ。やった、楽しみ。ぎゅ、女さんには内緒ってことでよろしく。ふふ、私たちだけの秘密だね。ホテル。早く触って。もじもじ、ちゃんとお願いしないと。だって恥ずかしいから。じゃあこのまま放置しとこうか。やだ。ポロポロ。私の丸てるところを男くんの指で気持ちよくさせてください。くす、さすが女友さん、ご褒美あげないと。早く丸せてみたいなことになるから一緒に行く。ならないよ、ならないよ。なるかもしれない。ポロポロ。前までの口調はどこに行ったんだ。あ、いた。おお、男くん、付き合えたんだって、よかったね。じー、うん、ありがとう。女友さんのおかげだよ。いえいえ、私も男くんと仲良くできていいことあったし。そうなんだ。じー、睨まないで、取らないから。うん、ぎゅ。翌日、羊の人って全部で何人いるの？全部合わせると200人くらいかな。とんでもないな。もともと羊って私とかママに惚れてた人なの。え、振られた人たち雇ってるの？うん、もちろんそれ以外の人も雇ってるけど、告白して評価されて B とか C まで上がった人たちの職を斡旋してるの。職を斡旋？羊になる人だけじゃないんだ。まあ当たり前か。半分くらいに分かれるかな。一般企業に行く人と羊になる人は。一般企業にまで使えるなんてすごい家だな。本当に系列が同じところからは信頼されてるからね。でも執事は辛くないのかな。振られた人が上司みたいなもんだし、途中で尊敬の思いの方が上回るんじゃないかな。そうじゃなきゃきっとできないよ。俺が告白する前にすでに評価はデータに入れられてたんだよね。うん。あれは学年全員分くらい取り揃えてるの？さすがにそんな多くは評価できないよ。告白してきそうな人だけ絞るの。どうやって？私と羊の勘。羊すごいな。そうよ、この町には特に配備されてるの。まあ監視役ね。盗聴もしてるくらいだから今さら驚かないけど。あと一つ言いたかったんだけどね。ん？家で犯罪者集団とか叫んでたけど、男くんも突き刺す寸前まで言ってたんだから人のこと言えないよ。プンスカ。そうですね、猛省します。翌日。私のこと好き？もちろん好き。気持ちいいことは好き？ツンツン。好き。触るのと触られるのどっちが好き？触られる方が好き。気持ちよくなるとこ触ってほしい？なでなで。はい。と思ったけど、やっぱり今日はここまで。う、男くんには我慢強くなってもらわないといけないからね。そんな。次の実力テストで男くんが学年1位なら最後まで丸ってあげる。私が勝ったら1ヶ月寸止めで我慢してもらうから。ニヤニヤ。う、それも考えようによればありだけど、1位取ってみせる。うん、でも私も本気で頑張る。実力テスト結果、1位とも499点、3位女491点、3位男491点。うん？うん？やった！すごーい！負けた。どういうことだ？前回の中間とか期末は7割前後だったはず。やればできるってことかな。こんなに急上昇したのは私のおかげでしょ？お、女友のおかげ？男くん見てて最初かわいそうと思ってたんだけど、試してみたら意外と面白くてさ。うん？うん？1位取ったら気持ちいいことしてあげるって約束したら張り切っちゃってさ。そういうこと。男があれだけ夢中になってた理由がやっとわかったよ。まさか俺と仲良くできてよかったって言ってたのは。そそ、付き合ったことが良かったことなの。今じゃこんな関係だけどね。早く気持ちいいことしてほしいな。もじもじ。待ちきれないんだ。だってもうスカートの中ぐちゃぐちゃだし。1週間でこんなに調教されちゃうなんてほんとかわいいんだから。ツンツン。うん、今日もおもちゃ使おうね。うん。あの2人レズだったんだ。俺も初めて知った。あ、1ヶ月寸止めね。女さんは飼ってないから無効だって。
じゃあどうする？女さんの部屋でおもちゃ使う。気持ちよくしてね。ぎゅ。おしまい。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。